ビス。ビス、b o s は、ベイビー E 社が開発した、オペレーティングシステム、OS である。ビスのコードは、ユニックスなどの既存のコードをベースとするのではなく、すべて新しく書き起こされた。同社のワークステーションであるビバックス、または、パワーマック、PC、a t 互換機で動作し、メディア OS として、マルチメディアを扱うことに長けていた。 洗練された設計で非常に高性能な OS である。発表当時同じ PowerPC で動く MacOS よりもはるかに高速に動作し、PowerPC の進化を発揮したとユーザーを驚かせた。技術的な特徴として次のようなものがある。OS 単体での販売が終了した後でも楽器メーカーの ROLAND が エディロールのブランドでビデオ編集専用機の DV-7DL で組み込み OS として使用しており、単体のシステムとしてより若干長く現役で活躍していた OS でもある。アップルのヨーロッパ部門で好成績を収め、後にアップル本社で開発責任者を務めたジャンイコールルイガセ星らが1990年にスピンアウトして BE 社を設立。 ハードウェアビバックスとオペレーティングシステムビスの開発を開始する。初期のビバックスのプロトタイプは AT&T のホベットというプロセッサーを使用していたが後にパワー PC ベースに変更されその上で動くビスと共に1995年に一般に公開された。翌年にはビスはパワーマッキントッシュに移植され MacOS の次世代 OS 候補として 注目を集めることになったビバックス事業は終了したがサポートはその後数年間継続した。急閉な MacOS に代わる次世代 OS を求めていることを知り得たガセイはビスの良さをアピールすべくアップルに働きかけ当時のアップル CEO のギルアメリオらに簡単なデモを行った。ガセイはアメリオに買収に関する条件について提示をしたがアップルの見積もりでは ビスの価値は5000万ドルであったのに対し和製は3億ドルと、公害に高額な金額を提示した。当時、ビスは6年かかっても未完成であり、完全な商用製品と呼べるシステムには至っておらず、さらに Mac に搭載した場合のコストとビス自体の開発費用等を含めると、とてつもない金額となり、その上に急を要する次世代 Mac 用の OS 開発に膨大な時間がかかることがわかる。またギルアメリオの副審だったエレン・ハンコックが IBM にソフトウェア担当上級副社長として務めていた際に技音痴だった幹部人がインテルやマイクロソフトにいい様にしてやられる様を見てきたため結論を急ぎすぎないよう進言した。結果としてアップルは NEXT ソフトウェアのオパンステップを選択。 スティーブ・ジョブズ率いるネクストを買収する。金額的には BE よりも高くはなったが、オパンステップは金融機関や研究機関などですでに実績を上げていた。アップルへの売却に失敗した BE、ガセーは徐々に業績が下降していく。さらにアップルがパワーマッキントッシュ G3 以降のマシンの技術資料の公開を拒んだため、技術的にも マックプラットフォーム上でのビ i s の発展は困難となったとし、ビ i s が G3 以降の機種に対応することはなかった。これについては、PowerMac キン t o s h G3 の使用は CHRP 準拠でありこうされていたも、同然であり、PowerPC 用 Linux 等複数の OS が PowerMacG4 以降でも動作していることから、単に Mac に見切りをつけるための口実であったとも言われている。 そこで、インテル等の協力を得、p c a t 互換機で作動するビ i s の開発に専念することになった。このような状況でビ i s は、インテル X86 プラットフォームへ進出し、1998年にはビ i s リリース3、R3 として X86 パワーマックビバックス、対応でリリースされた。これによりビ i s は、PC ユーザーからも注目を集めることとなる。 しかし、R3 時点では X86 プラットフォームのハードウェアサポート、チップセットビデオオーディオネットワークなどはわめて限定されており、VIS 専用にハードウェアを選択しなければ満足に動かすのは難しいほどであった。また、付属の Web ブ,ブラウザネットパーザティブは日本語のエンコーディングに対応していたのの、日本語のフォントやインプットメソッドは付属しなかったため、 日本のユーザーにとってはハードルが高かった。1998年ぐれには、リリース4、R4 がリリースされた。このリリースからは日本語のフォントや、インプットメソッド、エルゴソフトのイングブリッジベースも付属した。一方で、X86 の標準のコンパイラが孤独カリーや、から GCC に変更されたためバイナリーフォーマットがペ、からエルフに変わり、 R3X86 のバイナリは動かなくなった。この頃は Microsoft Windows に代わる代替 OS を求める動きが盛んになってきた頃で、v i s もその波に乗って一定のユーザーを獲得した。日本では日立製作所からプレインストール PC、Windows98 とのデュアルブートも発売された。翌年にはリリース4.5、R4.5、 コードネーム元気がリリースされ、PC カードサポートなどが追加された。2000年にビスの第3の天気が訪れる。ビスリリース後、R5、コードネームマウイは、従来の個人ユーザー中心のパッケージ販売から、以下のような提供形態に切り替えることが発表された。これは、業績が貧ましくない個人向け市場から、当時注目を集めていた IA 市場へとシフトしたもので、 米、ソニーの IA、イビラなどに採用された。また、無料でインストールも簡単なペの存在も目を引いた。しかし、IA 市場そのものが、それほど発展しなかったこともあり、ビジネス的には、苦しい状況が続いた。開発中の R5.1、コードネームだのは日の目を見ることなく、2001年に、BE 社の知的資産は、パーム、キューパルムソース、ゲン、 アクセスシステムズに売却され、BE 社は解散した。これにより、BE 社によるビ i s の歴史は終わりを告げた。このように、ビ i s の歩みはハードウェアを転々としてきた歴史でもある。これについても、ビ i s の移植性の高さの賜物として肯定的に捉える意見と、ユーザーを切り捨ててきた歴史として批判する意見とがある。BE 社には、親日家のエンジニアが多く、 日本語のサポートが比較的充実していた。また、日本語関係のお遊びも盛り込まれていた。多くの人々に愛されたビ i s であるが、2002年以降、いくつかのオープンソースプロジェクトがビ i s を再構築するために動いている。BIS もベースに、プロプライエタリーなコードを排除すべく、書き直され、機能が増強されている。ビ i s のマイクロカーネルの仕組みが、この作業を簡単にした。 ゼータは、社が、パーム社からライセンスを得て開発していた商用のビス、後継 OS、ジェロテイブ社が破産したため、社支援のもともと CEO だった、ベルントコースが中心となったチームで、ゼータ開発が継続され、製品の販売は、ドクマグニソフト社に引き継がれた。しかし2007年に販売不振により支援打ち切りが、決まり、開発終了及び販売停止となった。 ハイクプロジェクトはオープンソース版ビスを目指して BE 社解散後に発足した。当初のプロジェクト名はオパンビスと称しており、2004年にコミュニティの投票によって選ばれた新しいプロジェクト名としてハイクと改名された。ハイクプロジェクトの第一目標はビスと互換性、ソース、バイナリともを持つハイク R1、R はリリースの頭文字をリリースすることであり、 R1 以降は、ハイクに新しい技術やアイディアを取り入れ多彩的なデスクトップ OS プラットフォームに発展させていくことを長期的な目標として掲げている。ハイクは X86 とパワー PC コンピュータを対象に開発が進められている。ハイクのスクリーンショット集。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。